第一次国境内戦時聖火大学を訪問した、陳岐陳岐は、中華人民共和国の政治家、軍人、外交官、中華人民共和国元帥である、国務院副総理、外交部長などを務めた。1901年8月26日に、四川省、道川府学至る県、安井村に誕生する。九百十六年に、成都講師工業学校に入学し、 1919年に勤労学生としてフランスに留学するも1921年10月に中国人留学生による愛国運動に参加したことにより強制送還となる。帰国後の1922年、中国社会主義青年団へ参加。翌1923年、中国共産党入党。1927年の南昌放棄に要鳥の 幕僚として参加。失敗した後に取得とともに、成功山に退く調整中は、後衛とともに南方でゲリラ戦を展開。観覧事変で新四軍軍長代理を務める。日中戦争終結後の1945年の第7回党大会で中央委員に選出。同年8月23日。 中国共産党中央軍事委員会が設置されると、陳ンは中央軍事委員会委員に選ばれる。同月、新四軍軍長に任命された。国境内戦では、加藤野戦軍司令官、政治委員、第三野戦軍司令員、政治委員などを歴任した。1949年5月に上海市を解放した陳ンは、上海市人民政府を成立させて市長に就任した。 同年10月1日の中華人民共和国建国以降は中央人民政府委員、上海市長、党一書記の任を担った。1954年6月に中央人民政府人民革命軍人委員会副主席に就任。同年9月に中華人民共和国憲法の制定により政府機構が再編されて国務員が設置されると、賃金は 国務院副総理に任命され、国防委員会副主席を兼務した。また、当中央軍事委員会の再設置に伴い、再び中央軍事委員会委員に選出された。翌1955年、中華人民共和国元帥に列せられ、一級81、勲章、一級独立自由勲章、一級解放勲章を授与された。1956年の、 第8回党大会で中央政治局委員に選出された。1958年2月11日に第2代外交部長に就任し、周恩来国務院総理とともに外交政策を主管した。同月には周恩来に随行して北朝鮮に赴き、朝鮮戦争で北朝鮮に駐留した中国人民志願軍の鉄兵問題を処理した。同年三月四日に、 国務院副総理就任以降も兼務していた上海市長を辞任。1959年にチベット独立運動が激化し、ダライラマ14世がインドに亡命すると、陳ンは外交部長として、毛沢東、劉少奇、周恩来らと対策を講じた。同年7月から8月にかけて、ロザン会議が開催された時は、陳ンは北京に残り、 会議に出席した、衆恩来に代わり国務員の日常業務を主催した。ザ山会議で、法徳会国防部長が失脚したことにより、9月26日、当中央軍事委員会の改祖が行われ、陳希は、中央軍事委員会常務委員を兼任した。1960年代に入ると、衆恩来総理や劉正期国家主席の諸国歴法に、随行。 また、陳岐自身を訪問団長とする外国訪問も増えていった。日本との国交正常化にも取り組み、日本からの代表団とも数度にわたり面会している。1966年1月、党中央軍事委員会副主席を兼任。1966年に文化大革命が始まると、陳岐は外交、軍事療法の重要人物として臨評。 厚生ら文革派の批判を受けた。人気ら中国人民解放軍長老は、公衛兵によって公開の場に引きずり出され、容赦ない攻撃を加えられた。九百六十七年一月に開催された党、中央軍事委員会拡大会議と二月に中南海、海人堂において、州恩来が主催した中央連絡会議の席上で、軍長老と中央文革少佐が激突した。 特に2月の会議では、要件 A、丹森林と共に陳起は、中央文革焦燥を激しく批判し、首都徳を大軍閥、我流を大土肥と中傷する林表、後世らに対し、仮に我々解放軍が大軍閥や大土肥に指導されて戦ったというなら、解放戦争が勝ち取った偉大な勝利はどう解釈すればよいのだと詰め寄った。しかし、 毛沢東はこの軍長老の意見に激怒し、彼らを退りけていく。林彪、後世らは、この2月の事件を、軍長老たちが文化大革命の流れを逆流させようとした反、革命行動という意味を込め、2月逆流として全国に宣伝した。陳期は、丹森林らと共に、自己批判を強いられ、職務停止となった。さらに、翌1968年に、 河北省石化層の製薬工場で労働することを命じられる。国内外での製防に配慮されて1969年の第9回党大会で中央委員の地位は確保したがすでに有名無実となっていた。1971年に北京の解放軍総病院で直腸癌治療の手術を受ける。過量中の9月に林彪が林彪事件で 墜落死すると、古参幹部の座談会に出席して、林表の半島的行為について長い演説を行った。翌1972年1月6日に死去し、その葬儀には、毛沢東が出席した。市長を務めた上海市の広報公園入り口に立つ、地域の立像左から長文店、毛沢東、総敬礼、周恩来。 近畿1945年8月に設置された党、中央軍事委員会は、中華人民共和国の建国により、政府機関である中央人民政府人民革命軍事委員会に接収された。1954年9月の憲法制定により、中央人民政府人民革命軍事委員会が解体されて、国家機構である国防委員会と中国共産党の軍事機関である党、 中央軍事委員会が設置された。天子里市、巨流の大道、毛沢東 VS、東昌平中国の歴史1191ページ。産経新聞、毛沢東広く取材班、毛沢東広く上233ページ。中日共通の手段以後の魅力。2018年3月9日閲覧。ありがとうございます。